はい、ちょっとこう曲というか1曲をちょっと流させていたんですけれども、はい、はい、いつものコーナーですね、はい、いつものコーナーでございます、はい、あ、やっていいですか今日も。あ、じゃ あ, あのやっていいですか。はい、ビベンさんよろしくお願いします。はい、じゃあ行きますよ、はい、ゲストさんの思い出の1曲、はい、決まりました。自分で決まりましたね。ちょっと言わないと恥ずかしいから。はい、で、松永さんの思い出の1曲は、あの先ほどの打ち合わせで聞いた、はい、さっきね、うん、すごく興味深い話、はい、あのホロヴィッツというあのピアニストの、はい、うん、あのコンサートでのショパン・ポロネーゼ編員長ということで、はい、あの一番初めに聞いた時の衝撃をさっきね、あの松永さんがおっしゃってたんですけれども、あのもう一回お聞きしていいですか。もう初めてそのホロヴィッツのレコードを聞いた時の印象というか、はい、うん、はいはい、なんというかね、はい、ただね、あの理性で、人間ってとかこう物事を理性的に捉えるところがあるじゃないですか。そうですね、はい、ね、でもホロヴィッツのあの演奏を聞いた時はですね、そういう理性とかを超えてね、何か迫りくるものがあるっていう、印象がすごくあるんですよね。それで音の、はい、音の濃淡がですね、また絶妙なんですよね、うん、それにびっくりしました。それは、レコードで聞かれた。そうです、そうです。で、でね、日本に来たじゃないですか、何年か前だったかね、はい、まあ、僕はあの昭和ひとみ記念講堂に行ったんですけどね、はい、で、まあこういうこと言っちゃなんですけど、僕すごく期待していったんですよ、はい、そのレコードで聞いたね、それを生でね、うん、聞けるということで非常に期待していきました。確かに、でもね、なんか年を取ってるからだとかいう話もありましたけど、まあ、残念なことにですね、あのレコードで聞いたようなインパクトは全然ありませんでした。ああ、それちょっと残念ですね。いや、残念でした。ただね、うん、はい、要するにホロヴィッツの音ってのがあるじゃないですか。ホロヴィッツの音、うん、はい、うん、これはね、出てましたよ。おお、深いな、でも、なるほど、なるほど、なるほど、深いね、深い、深い、深い、うん、なんかそのやっぱりピアノのコンサートってこう会場にもよるし、ピアノにもよるし、お客さんの入り方にもよるし、なんかやっぱりそういうその調律師さんとしてのやっぱり聞き方とかもあるんですか。それはね、まあこれ職業病というかね。そうです、そうですよね、そうですよね。すごく気になってたんですよ。確かにそうですよね。いや、もう絶対そうですよ、それは。うん、だからね、どういう聞き方をするのかなと。いや、確かに気になる、うん、でね、まあ僕は正直言ってですね、そのまあ音楽家の方がいろんなその何しか音楽の勉強し、まあ曲を聴きですね、そういう、はい、うん、僕は知識人じゃないんですよね。ただ感覚的にしか聴かない人なんですよ、はいはいはい、それでなおかつですね、その聴いたものをですね、こう残しておくというタイプでもないんですよね。その時聴いて終わりなんですよ。ただでも調律をするにあたってですね、よく普通の人というか、まあ一般的に、まあ、あるいは専門、ちょっと専門的なことをしてる人でもですね、はい、芸術というのはね、はい、思考性のあるものでね、好みの問題だからということを安易に言う人があるんですよね。でもこれはですね、物事の本質をね捉えない人の言うことだと僕は思ってます。言い訳というか、だからね、そういうことでですね、多くの人たちがそうだからというだけでですね、物事を進めていくということは
その物事の特に芸術性の問題についてはですね、本質とはかけ離れたところで価値判断をしてしまうという危険性があるということですよね。なるほど、なるほどね。あの先生 の、 あの座右の銘にもそれ書いてありますよね、あの 価値的人生人生、ね、そういうことにつながるのかな、なるほど、いやそれはね、その価値の、うん、それはですね、まあ僕も、調律の世界に入ってですね、まあ、山口県ですからね、それで、浜松に、まあ、行った当時は、まあ、その当時は新幹線もありませんし、浜松というところが遠いところでしたね。それで、そこでですね、要するに若くしてですね、高校卒業してすぐでしたからね、ですから、まあ、まだ子供ですよね、うん、それで、まあ、僕はそれであの勉強なんかもうどっち向いとってもいいって人だったんですよ。いや本当に、いやもう今ね大きく反省してますよ、いけなかったな本当に反省してますよやっときゃよかったと思ってね、でも、でももうね今さら言うてもしょうがないですからね、思ってもしょうがない、うん、その高校卒業してあのすぐ浜松の方に行かれて、そこから調律の勉強し始め、すぐじゃなかったんですけどね、まず最初ですね、最初ね、山口の山口市というところなんですけどね、山口市の、はい、まあ、ヤマハの特約店があるんですけど、大きな特約店なんですけどね、そこに、要するに調律の勉強するためにはですね、そこに、まあ、ヤマハの特約店に入って、そこで、まあ、デッチ奉公みたいに、一時働いて調律学校に行かせてもらうという方法があるということを聞いたんですよ。なんでそういうことになったかというとですね、まあ、うちはその大変、まあ、貧乏でしてね、貧乏だったっていうのが、父がですね、まあまあ、僕が母のお腹にいる時に父は死んでしまったんですよ、それで父は要するにもともとは無線師だったわけですよね。昔のトンツの無線ですね。無線ね、それで、おばあちゃんは三味線を弾いたり琵琶を弾いたりとかいうことをするような人で、音楽にですね、まあ興味を抱く家系だったんだろうなと思います。だからおばあちゃんのですね、弟さんは自分が尺八を作ってですね、吹いてもいたし売ってもいたということなんですね。ですからなんかそういうですね、音に対してというかね、まあ関心を持つ筋だったんだろうなと思いますね。うん、僕も ギタリストになりたいと思ってですね。そうですね。ギタリストがね、なぜ調律師の道に行ったのかっていうのがまた、なんでかなと思って。いや、それはですね、いや、それはですね、うん、まあ、そういうふうに、まあ、父が早く死んで、死にましてですね、まあ、僕、末っ子なんですよね、ですから。上、姉が4人いるんですけどね。で、まあ、母の手一つで、育てられて、要するに高校卒業してまたですね、調律学校行くのにお金を出してもらってうぬんちゅうのはどうもその気が引けてたしか、子供ながらにですね、それで、楽器店を、まあ、楽器店に、まあ、2、3、まあ、聞きに行ったというかね、そうするとそのヤマハの楽器店に入ってですね、まあ一時、デッチ奉公みたいにして、それからその楽器店から山の調律学校行かしてもらうという手があるという話を聞いたんです。なるほど。それで一回入ったんですけどね、山の特約店に、
しかしその時計店はですね、山口県内に、4つだった、4つ支店を持ってたんですね。でそこに当時はですけどね、ピアノの専門の運送屋っていうのはなかったんですよ。ですからその楽器店がですね、ヤマハのピアノを一気に、まあ店の本店に持ってきて、それを各支店に、配っていくというか、あるいは納品するべきものを納品して歩くっていう、要するにその楽器店が運送もやってたんですよ、ピアノ、うんうん、その手伝いをですね、おでちぼこちゃんその手伝いをさせられるわけですよね、うんうん、その時にですね、まあ宇部市というところにね、エンゼル音楽社というのがありましてね、で、まあ、僕ギターが好きでしたから、そのエンゼル音楽社の前を通るとギターが天井からたくさん吊るしてあったんですよ。それで、まあ、自分がギターが、好きでギタリストになりたいと思ったぐらい本気でやったこともありますからね、やっぱり関心があってその店に入ったわけですね。そうしたらそこのオーナーの方がですね、まあ、僕に話しかけて来られてですね、で話の中からその俺が浜松じゃ行かしてやろうという話が出てきたんですよ。すごい、ね、それはまあ感謝してますけどね、本当にすごいね、すごいですね、それで、まあ 2,3 回そのオーナーの人と会ってですね、でその時にまあこういうこと言っていいかどうか知らないけど、まあ、まあそのオーナーの人が自分が声をかけてね、あんたたちの僕をですね浜松に行かすようなことで、その楽器店を辞めるということは絶対言っちゃいかんぞと言われましたよね。まあそれはまあ当然でしょうよね、今から思えば当然だと思うんですけどね。それで、その浜松の、浜松にね、アトラスピアノっていうのがあったんですよ、昔。アトラスピアノ製造株式会社ってね。だから今のアトラスタワーがあるところですか？いや、それは知りませんね。それは知りませんね。でも同じ、神田町、神田町というところありましたよ。神田町。従業員がね、まあ200か300いたんじゃないんですか？大きい、すごく大きい。その松永さんは 今はギターとかは弾かれるんですか？いや、もう全然そんなもう余裕ない。今はですね、今は仕事をやることとですね、はい、それから僕はそのこの杉谷先生というねピアニストの方に、これは神様が巡り合わさってくださった方って感じなんですよ、僕にとってはね。でその松永先生という先生は、杉谷先生、杉谷先生、杉谷先生、多分ね初めてリスナーさんは聞かれる名前だと思うので、どんな方なんでしょうか？杉谷翔子先生ってですね、はい、まあ当然芸大出てですね、東京芸大ですよ、はいはい、そして、はい、一時ですね、武蔵野音楽大学に、お勤めだったようですよ。それで、まあ要するに、美しい音をですね、まあ目指すということで、それで、ですね、サンソン・フランソワって言われたと思うんですけどね、ピアニスト、サンソン・フランソワ、その人の演奏を聞いて、まあカルチャーショックを受けたってことをおっしゃってました。それで、その、この、なんていうか、美しい音に魅せられてですね、やはりもうこれは日本ではダメだということでですね、まあヨーロッパ、まあ結局ドイツに行かれたんですけどね。でまあ、その僕との杉谷先生との出会いは、杉谷先生が
まあ、ご両親のために、まあ、1年間のうちに、まあ、何日か僕知りませんけど日本に帰ってきてらっしゃったわけですよね。でその帰ってこられた時に、あっちこっちでですね、あのピッティナってあるじゃないですか、はいはいはい、ピッティナで、あれのですね審査もちょっとなさってたんじゃないんですかね。へー、ピッティナはみんなが通る、それでね、まあそれと同時に、まあその当時あったかどうか知りませんよ、ピッティナはね。杉田先生と僕出会った ところはね。でいずれにしてもドイツから日本に帰ってこられた時にですね、あちこちで、講座をなさってたようですね、杉田先生は。それで、僕との出会いはまずですね小野田市民会館というところでですね、杉田先生のコンサートで調律させてもらったことが最初だったと思うんですよ。でその当時先生はですね、なんていう調律方法だったかな、ちょっとど忘れしたんですけど、それの、1の2とか2と2の3とかあるんですけどね、それをやってくれないかって言われたんですよ。 でも僕はその調律の音階作りの振動数を知らないからね、今それをやることはできませんって僕は言ったんですね。でしかしね、僕の調律も平均率ではあるけれどもね、一歩変わってますよと。でそれはねどういうふうに変わってるかというと、音の立ち上がりが良くてですね、すごい透明感のある、あの調律の仕上げの響きを僕はやってたんですよ。はいはい、立ち上がりが良くてね、透明度がすごくあるんですよ。でも、この要するに調律仕上げの響きによって杉田先生との関係が できたんですけどね、杉田先生って欲張りの方ですからねそれにですね、もっと要するにこれに太さが欲しいとかね、いろんな音色が欲しいという要望を出してこられたんですよ。それは僕のそのね立ち上がりの良さ、透明度の高い調律、これはそのまま残してそれに太さとかこうつけるというわけですよ。なるほど。いやこれは難しいことなんです実に。でもすごい領域だなと思う。私本当にあのクラシックピアノやってた時に、ピアノの調律がこうだといいのにって思ったことなかった。わかる？なんかその自分の技術ばっかりさ、やっぱりそっちがこうメインっていうかさ、あまたミスったとか、もっとこう表情豊かに弾きたいなとは思うけど、ピアノの音色がこうだったらいいのにっていうところまでいかなかったから、やっぱりそういう言葉が出るっていう時点でもまた違う次元だよね。いやただね、その無理難題を聞く、ね、松坂さんもいやただね、ただ一つね、僕が思うことはですね、そのピアノを弾いてる人ってですね、自分の出してる音色、音楽を聴いてないんですよ。要するにこういうこと言ったらね、失礼に当たる人がたくさんいるかもしれませんですけど、鍵盤の上で指の体操してるようなもんなんですよ。だから本当にですね、自分が今出してる音がですね、どういうふうな音色が出て響きとして自分の耳にこういうふうに返ってきてるんだなとかね、そういう客観的な捉え方っていうのをする人はまあ本当に少ないと思ってます。それで杉谷先生とですね、先生とまあ最後まで行けたのはですね、先生がまあ僕と付き合い始められてこう言われました。今はあなたの音が一番いい、しかしもっといい人が出てきたら変わります、あなたもね、あなたも
うん、私と同じかあるいはそれ以上にね、ひいきにしてくれる、まあ、人がピアニストが出てきたらその人もやればいいわねって言われてですね、いや当然ですよってなことを言ったもんなんですけど、かっこいいね。いやいやいや、でもこの業界でそんな単純な業界じゃないですよね。そうなんだ。ちょっと闇が闇だらけですよ。この闇がだらけの中でそういう情熱を持ってやられてるっていうのはやっぱで、それに飲み込まれずにやられてるっていうのは素晴らしいことだなと思いますね。いやでもね、それをやることによってですね、いろいろ戦わざるを得ないことがいろいろありましたね。本当にすごいな、深い話だよ。いやでも本当面白いですね。多分もうリスナーの方はそのいわゆる調律師という職業に対して多分ほとんど面識がないというか、もう何をしてる人、いわゆる調律師という言葉すら知らない人が多分結構多いと思うんですよ。まあ本当に、ただそこでやっぱりこう、ね、皆さんが聞いてる例えばクラシックの音楽ピアノの音一つとってもやっぱり調律さんがいないと成り立ってないって、本当に、まあ、皆さんがこれを機に、あ、調律師ってこういうことやってんだとかってちょっと興味を持っていただけると本当に嬉しいなと僕は思いますし、そうです、なんかそうするとね、なんかいろんな発展の仕方をしていくんじゃないかなと思いますので、そうですね、なんかちょっと興味を持って、そうそうそう、先生YouTube も今されてるっていうことを、ね、見させていただいたんですけど、はい、やっぱり、はい、そうそう、なんか独特の調律の仕方だなってやっぱり私も正直思って、こうさっきのホロビッツの弾き方、すごく強いところはこうガーンって壊れるんじゃないか、ピアノが壊れるんじゃないかっていう強いところもあれば、すごい優しい繊細なところもあれば、そこがすごく良かったんだっていう話からね、その先生の調律も、もう結構壊れるかなっていうぐらいこうダーンね、優しく弾いたりみたいな、あ、なるほどね、そのなんていうの、弦のうねり、強く弾いた時の、うねり方と弱く弾いた時の、うねり方がこう違うんだよっていうところにやっぱ通じるのかなとか、いやそれは ね見てて面白いなと思って、それはねそうじゃなくてですね、あ、違ったんだ、それはそうじゃなくてね、僕が、その最終的に、まあ、調律をね、はい、まあ、習いに行ったというかね、まあ、杵渕直友先生っていう方がいらっしゃるんですけど、いらっしゃったんですけどね、はいはい、そのコンサートが始まってですね、まあ、自分のがまず調律やってですよ、コンサートが始まって終わるまでにね、調律が来るってね、中休みでのこのこ出てきてね、狂ったとこを直さなければならないようなね、そんな下手くそな調律はやるなと。なるほど、いたそういえばそんな見たことある。途中で調律さん出てくるの見たことある。まあ、確かにあるわ。なるほど、そっか、ちゃんと調律してあればそういうことないのか、だからそんなね、そんなヘマの、それはね、弦が切れたりとかね、あまりにもその激しく変えたためにどうしても、わずかな首が出てきて直さざるを得ないっちゃう、それはないとは言いません。でも僕は中休みに出てのこのこ出てやるってことはほとんどないですよ、だから始まるギリギリまではね、やっぱりその舞台装置をする皆さんの用意があるじゃないですかね、照明だとかですね、それでアンプ使ってやるコンサートなんかはそのアンプの調整とか ね位置だとかいろいろありますからね、それはそちらに時間を取られて調律やる時間が本当にもう限られた時間しかないってこともありますからね、それはもう始まるギリギリまでやるってことはあります。なんか先生のその松永さんのそのエピソード聞いたことがあって、はい、になりすぎて、いい音を作ろうってこうね、こうなりすぎて、コンサート時間に間に合うか間に合わないかぐらいになって、ちょっと木くずが落ちてるぐらいのギリギリ感な時があるみたいな、でもそれぐらいもう何て言うんだろうな、も
熱が追い込んでね、うんうん、すごいわっていう話を聞いたことありますね。でね、まあ、ただ一つ言えますことはね、はい、まあ、例えばパーベル・レシャちゃんってば僕は言ってたピアニストがいるじゃないですか、あの写真に写したピアニストパーベル・レシャちゃん、はい、ね、はい、彼もね、はい、僕が初めて会った時に彼が言ったことはね、私はいかなるピアノからもね美しい音を出す、うん、ピアノテクニックを持ってるからね楽器には関心がないと言ったんですよ。でもね、それはね、知らないんですよ。知らないっていうかね、あのピアノのね、本当に自分に合ったいい、ピアノというものを知らない、触ったことがないんですよ。それで、まあ、要するにこんなこと言ったら、まあ、手間味噌と思われるかもしれませんけどね、まあ、最初録音させてほしいって言った時も、いやさせてもらえるかどうかわからんって中に立った人がおっしゃったんですよ。で、いや、これは売り物にするのにね、録音するんじゃなくて、コンサートの記録として録音しておきたいんですけどということで、いや、それならいいでしょうってなったんですよ。それで、録音したものをですね、まあ録音したんだから、うん、まあ、彼に聞かそうというんで、大した録音じゃないんですよ、それも聞かしたんです。そうしたらね、今まで私がやった中で一番いいって言ったんですよ、彼が。で、いや、それはね、要するに、まあこういうこと言っては本当に失礼ですけどね、彼が持ってきた、あの初めて持ってきたそのCD ですね、これは。まあ僕から見ると、まあ上手ではない調律だなって感じね。それで、いや、それでね、その彼が初めて、まあ彼にとっては初めてコンサートやった時のね、持ってきたその CD と、うちがコンサートをやって初めて録音したものを、まあこれは CD にしようって彼が言い出したからね、で CD にしたわけですよ。それをね、和歌山のピアノのある先生にお聞かせしたんですよ。先生、これどう思われますかね、はい、っていうことで、はい、そうしたらね、演奏家が違うとね、はい、評価できませんわねってのことを言われたんですよ。で、僕言いました、先生、これ同じ人が弾いてるんですよって言ってね、言ったらね、嘘って言われたんですよ。それでね、いや本当なんですよって言ってジャケット見せた、あらーって感じですよ。それ以上なんか聞き比べたいですね。本当に違うんです。本当なんか気づいてないですからね。そう、聞いてる人ってやっぱ演奏家が一緒だから絶対同じ、うん、思ってる人がほとんどだと思うんですよ、うんうん、だけどやっぱりその調律でそれだけ変わるっていうのはやっぱそれだけ調律 の, その音の中でのやっぱ比重がすごく大きいっていうことですよね、うん、それはもう今日本当に改めて思いましたし、うんうん、僕はね、うん、僕はね、いや、すごい、うん、僕は一つ思うのはね、やはりコンサートっていうのはね、コンサートの窓口は響き、音色なんですよね、はい、僕からすると。だからその窓口がですね、良くなかったらいいコンサートにはならないと僕は思ってます。まあ、そりゃそうです、ね、確かに、すみません、改めてなんか大事な、とんでもないです、本当に、ね、本当に興味深い話を聞けたので、なんかまた ね、ぜひ皆さんも、聞いてる皆さんも、なんだろう調律師って言って調べていただいて、なんか興味持ったらね、なんかいろいろこう、あ、こういうことやってんだっていう感じでね、興味持ってくださったら嬉しいかなと思いますので、うん、はい、そうですね、はい、まあ、ありがとうございました。ありがとうございました。本当にお時間いただいてありがとうございました。はい、よろしくお願いします。はい、最後にですね、じゃあ先生の、曲の方を流させていただきたいと思いますので、はいはいはい、
ので、はい、じゃあ本日は、松永さんありがとうございました。はい、でもこちらこそお世話になりました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、どうも。はい、失礼します。はい、今日、東京のコマラジという、ラジオ放送局の取材がありまして、それで放送されるのは2月の3日夜11時からなんですけれども、一応放送されますものですから、もし、関心を持っていただける方はいつでも見ていただければと思います。よろしくお願いいたします。